はい、ということでもう5000円ね買ってしまいました。ここからはね本気でいきたいと思います。こんな出ないんですね。1万円ごときじゃ出ないってことですよ。本当本当に本当にもう出てください。ちょっとねそう願掛け的なもので一回ねパズドラ落としましょう。はい、落としましたね。これでねこれで出ますよ。もうこれで出ますよ。これでねもうこれでもう出ると思うので大丈夫です。次で出ます。もう次で出るっていうねことですよ。いけ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 、ほら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 、金の卵は出ましたね。サンタカラクリチがね出ましたね。行きましょう。気を落とさず行きましょう。行け。うん。うんうん。うん。うんうん。行きましょう。元気を出していきましょう。ね。はい。この脅威の銀玉率。でもこれ金出てる方なのかな。もうサクサクいかないとねこれはね出ないですよこんなの。ダメだダメだ、ソルジャーに偏り始めてる。ダメだダメだ、いけ、ダメだ。フェンサーサンタね、ね、いっぱいになっちゃいますよそりゃ。はい、またね整理をしました。ちょっとリリー君がね、お、来た来たよ来たよ。これはねこれはこう来たんで、ちょっとねちょっとねこうやって来てもらって、ここでおちょっと回すわ僕がね、共同作業です。はい、うん、もうねあれなんですよね、多分僕の力もリリーの力もあんまりこうクリスタルディフェンダーズガチャの前では無力。二人の力が合わさってもダメなので、いきます。これ毎回これあれじゃないかな、リセットしていけば毎回金が来ないないということでね、あれですよ、もう一回落としましょうね。まあ多分ね、多分毎回落としていきましょう今回は。編集がねまたあれですけど、ちょっと落としていきましょう。次もねこれ金出ますから、落としたんで。あんないあんないね、フェンサーが多くなってきたね。あと9回出るかな。もうね僕はねやる前から思ってたんですけど出ないんですよ。出る人と出ない人のなんかね運の良さっていう、もう何言ってるか分からなくなってきた。出なすぎてね。もうダメだもうダメだもうダメだ、結構きついっすよね。バーサーカーもいいらしいですけどね、その前にねやっぱり極限種がね出ないとね。お、来た、
金。やった。よし。よし。よし。来た。オッケー。オッケー。オッケー。もうね、もう回しません。表現しきました。よし。よし。もうね、あれですよ。もうね、出ないと思っていて、出た。これね、やったね。やったね。やったね。これ何回出てたんだろう。これね、実はね、あれなんですよ。これ動画撮る前にも、持っていた魔法石、無料でこうね、集めてた無料石回して使ってたんですけど、まあ、その分を抜かしたとしても、今日のこの動画で回したのが、この、ね、シーフからなんで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29回目で出ました。多分ね、5,6回はね、無料の魔法石でね、この動画の前に、ね、28日より前にね、回してるんで、30回前後で、まあ、運が良ければ出、まあ、もっと運がいい人はね、一発とか出ちゃうんですけど、でも、ついにね、僕も、極芸持ちですよ。49倍。極芸のね、人のフレンド募集しちゃおうかな、ここで。僕のね、極芸師持ってる方、もうすごい嫌なやつですけど、極芸師持ってる方はね、ぜひね、フレンドの、応募というか、ID 書いてもらえば、これです。僕の ID これなんで、ね、シンジって名前でやってるんで、極芸師をね、持ってる方はね、ぜひね、ね、フレンドになっていただければと思います。ね、ほんと嬉しい。パズドラをやってきて、ね、この間850日を超えたんですけど、今までのガチャの中で一番嬉しい気がします。でもね、ほら、よくパンドラ、極芸師はパンドラが必要だみたいに言われてるじゃないですか。僕持ってないんですよ。なのでね、極芸師出た記念として1回だけね、今ゴッドフェスちょうどやってるんで、ゴッドフェス行きましょうね。これはなんかアンケートで選ばれたゴッドフェス、まあね、極芸師の前には足元にもね、及ばないような神たちなんですけど、ちょっと1回だけね、あんまりこうね、30個全部使っちゃうのもったいないんで、ゴッドフェスもね、1回だけ回します。ゴッドフェス、ゴッドフェス。うん、いいや、いい。お、なんでこれ、初めて見る竜剣士。うん、まあいいです。ということでね、今回は無事ね極芸師が出ましたんでね、とりあえず今回はね、こんなところで29回で僕はパズドラをクリアしましたね。よく巷ではクリア、極芸師持っていたらクリアみたいなこと言われてますけど、僕はね、そういう言い方をするのであれば、パズドラを僕はクリアしました。ここからね、ちょっとね、どんな風なね、こうパーティー組むとかちょっとわかん、まだね、決めてないんですけど、とりあえずね、うん、育てて使ってみたいと思います。ということで、今回の動画はこの辺で。シンジでした。